零零七ワールドイズノットイナフはマイケル・アップテッド監督のスパイアクション映画。1999年に公開。零零七シリーズ第19作。日本での公開は2000年2月5日。ボンドはスペインのビルバオにあるスイス銀行へ赴き、強奪されたロクの機密文書を取り戻すために、赤王、ロバート・キング卿が使った大金を回収することに成功。 その際、ミロクエージェントを殺した犯人を白状しようとした銀行家は自らの秘書に殺されてしまう。キング卿は大金を確認するためにミロクを訪れる。M へ任務の経過を報告している最中に、ボンドはその大金に罠が仕掛けられていることに気づくが間に合わず、キング卿は爆死した。ボンドは犯人と思われる女暗殺者を追うが、 激しいボートチェイスの末、追い詰められた女暗殺者は、彼からは逃げられないという言葉を残して自爆する。真犯人は、KGB 出身で、零零級に銃弾を頭に、打ち込まれるも死なず、体内に残った銃弾の影響で痛みを感じない、体となったテロリスト、レナードだと睨んだ。ミロクは、キング教の娘であり、レナードに誘拐された経験があるエレクトラキングが、 次に狙われると判断。エレクトラの警護を命じられたボンドは彼女が石油パイプラインの工事を指揮しているアゼルバイジャンへ向かう。そんな時廃棄される予定の核弾頭がレナードによって盗まれ、キング社の石油パイプラインに仕掛けられる。ボンドは科学者のクリスマス・ジョーンズや元 KGB のバレンティンズ・コフスキーらと協力しながらレナードを追うう,うちに レナードの背後に潜む本当の黒幕と石油独占計画を知る。主人公のピアース・ブロスナンボンドガールにはソフィー・マルソーとデニス・リチャーズが選ばれた。ソフィー・マルソーはラブームでデビューし、日本でも人気になった女優である。パート2のラブーム2にも出演。その後、演技派女優となり、ヌードにもなって映画アンナカレーニナ、真夏の夜の夢などにも出演した。 科学者を演じた美人女優デニス・リチャーズはある意味でソフィー・マルソー以上の人気を獲得した。彼女は自分の役割を頭が良く行動的と考えていたが彼女はその役柄を十分演じられていないと批判された。しばしばローカットのタンクトップとタイトなショーツで構成された彼女の服装は好ましくないというメディアの評価を引き出した。リチャーズは 多くの観客が彼女の服装をからかったが、ボンドガールの私が本当に科学者のように見えたら、ボンドのファンは失望しただろうと述べた。その後リチャーズはビューティーコンテストの風刺作品、ドロップデッドゴージャスでキルスティン・ダンストと共演した。この映画は時間とともに新しいファンを獲得し、カルト映画とみなされている。甘やかされて育ったクイーンを演じているリチャーズは、 彼女が可愛いのと同じくらい厄介であるとして、ロサンゼルスタイムズからそのパフォーマンスを称賛された。2001年に彼女はキャシー・ゲラーとして、ロスとモニカのいとことにゲスト出演した。その年の後半、彼女はチャーリー・シーンと共演し、ジェニファー・ダンカンとしてスピンシティのエピソードに出演した。ベニスは30代になっても40代になっても、 美しさが衰えないとも見られている。本作は1999年の映画の世界、工業成績で第8位を記録し、インフレ率を考慮しない場合、前々作の007ゴールデンアイを超えるシリーズで過去最高の工業成績となった。アメリカのロックバンド、ガービッジが起用され主題歌を担当した。イギリスのミュージックウィーク誌では最高位11位を獲得しているが、 アメリカではチャート入りを果たせなかった。同サウンドトラックアルバムもチャート入りを逃している。ありがとうございます。